サクコイ。ウユツベイ。ウユツベイ。お、まだ3年なのかもう3年なのか。正直ノバフォ見たとき、デビューカウントダウンライブ見たとき、離れようかと思ったんだよね。実際だいぶ離れてたよね。生粋のケアオタだったもので、で、ハブちゃんだけゆるーく追っかけてたんだよね。動画の方は決勝代もらっても、もう嬉しくない、だそうです。天気は去年の卒業ラッシュ。ハブちゃんも卒業するかもしれないと思って行きまくったライブが、とっても良かった。今年の方がハブちゃんの出番は多いけど、去年のパフォの方が好きという。デドエンハブちゃん好きなもので、本当に全身全霊髪まで踊ってたし髪型も違うし、ライブっていいですね。あとゾゾマリン無事に当選しましたやっと。長かったな。どうせ見えないだろうから雰囲気楽しんできます。あんたのことはいいからさ、ゲームは3周年パック販売中だってよ。買うの？もう初恋ブレザーも大人彼女も持ってるから。夏空制服パックがあれば買ったのに。うねえさん、むーちゃんしか持ってないもんね。値段としてはお得だと思いますよ。ただ初恋ブレザーにお金かけるならイベントにお金かけるために貯めた方がいいですよ。今日はイベントにお金をかけるかどうか動画だね。まず連日の二人きりチャンスをダイジェスト。という不甲斐ない結果でした。お願い。ということで、ボーナスは 28%。 彼氏圏内まであれこれ155万。今これアップにしてるからまだ大きいけど、ゲーム内だと小さいんだよね。そういう時はランキング行ってみよう。絞り込みを振ってボタンをポチ。ランキング検索は有能なんだよね。報酬別になってます。トリマ96位を。あ、1555万の方だったな。まあ、いいか。しかもこれからまだみんなラストスパートするやろし。どうなってんねん。せっかくなので31位付近。ハブちゃんばっかりだな。一応計算するか。ラストスパートパックとか出てなかったっけ？今1万4000個あるんですよ、桜井氏。で、この3つ計算してみたら、これが多分一番ポイント稼げたんですわ。真ん中と下に桜井氏5000個で交換できる花束230個があるんだけど、そっちの方が石かかるのにポイント数は少ないという。なので石と交換するならこれなんですが、が、アップボーナスポイント加算すると1668万4800ポイント。これに私の今のポイント866万5340を足したところで2535万140ポイントにしかならず。これ昼間のランキングなので彼氏圏内入れますが、編集時間の20時には圏外でした。なので初の彼氏イベント終了。まだまだ巻き返しできますので、頑張る方は頑張ってください。アミラでハブちゃんグッズ買うんだ。そうだね。